どうも、まっちゃんです。今日はね、まっちゃんの O脚ついに直してくれる先生とこ来ましたよ。おじいちゃんになってからも楽に動けるように六本木駅からすぐのサロンさん来てます。はい、先生どうぞ。はい、姿勢改善サロンボディアレンジの佐々木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、緊張しておりますよ先生、理学療法士でもあるんだよね。そうですね、もともと病院で理学療法士やっております。今日まっちゃんの O 脚直してくれるってことで今日来たんですけど、はい、直せる。今から何をするの？僕はまずですね、姿勢のチェックをさせていただきたいと思います。さあ、始まるらしい。先生、よろしくお願いします。はい、最初に綺麗な姿勢って何かっていう定義、私たちってこういう骨でできてます。知ってる。今手離すとこう崩れちゃうじゃないですか。これがなんで立ってるかっていうと、筋肉で私たちこうやって立ってられるんですよ。歪みがない姿勢っていうのが、筋肉が左右とか前後のバランスが整った状態っていう風に考えてます。そうすると姿勢が綺麗で体も楽に感じる姿勢が取れるので、そこを目指していきたいと思います。ってことは先生、筋肉今からいじるってこと？筋肉と関節とかいじってきます。関節もいじるんだね。はい、分かった。でまず姿勢チェックですね。はい、ご自分でもいい姿勢取っていただけるように。ベスト姿勢、ね、ベスト姿勢ですね。 OK、 ちょっと待って、 これがベスト姿勢笑われたる。なんで笑われた今これ僕のベストです。はい、まず1個目が鎖骨です。ここがスタートで辿ってってもらうと、この辺がゴールなんですけど、ここまず結んだ線が床と平行を目安にしていただくといいですね。本当はこの外側の鎖骨もうちょっと下だといいですね。鎖骨って肩甲骨と鎖骨でつながってるので、鎖骨の外側がちょっと上がってるってことは肩甲骨も一緒に上がってるってことですね。肩甲骨上げてる筋肉って肩こりとかになりやすい筋肉で、首から肩甲骨とか鎖骨にくっついてるこの辺の筋肉がちょっと縮んじゃってる。普通に生きてるだけで僕はなので、本当の鎖骨の位置がもうちょっと下なんですよね。このぐらいまで下がっていただきたい。そうするとここのあたりがすっきりして見えますよね。本当だ。僕は自然な状態でそれになるってこと。今から自然な状態でそれを目指していただきたいですね。了解。骨がこうちょっと上がってしまってるってことなので、この筋肉を伸ばすようなストレッチ、ここを押さえてもらって首こう持っていくだけでもいいです。女性だとデコルテとか見えてきます。基本はお家でできるのを全部お伝えするので、月に1回とか2回通っていただいて、自分で綺麗な姿勢をとっていただけるのを目標にしてます。2つ目が肩なんですけど、肩ってここに丸い球体がありますよね。ここから見た時に肩のラインに対してちょっと前のあたりにある感じ、わかりますか、ね、あ、それ丸っこいやつだね。前に行ってるってことは、前側のこの辺の筋肉がキュッと縮んでて、こっち側がちょっと緩んでるんじゃないかなと。本当は手のひらって前向いてる状態が解剖学的ないい位置って言われてるんですよね。へーこの状態でいなきゃいけないってことはないんですけど、肩の位置としてはこの辺にある方が綺麗ですよっていう。巻き肩っていう方もいるんですけど、猫背に見えたりします。僕めっちゃ猫背なんですよ。まっちゃんも巻き肩です。O脚もここが丸まってると足にも波及していくので、膝曲がりやすくなっちゃったりとかするんですよね。もう一回言って。どういうこと？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 ここが縮まってても足とかに影響あるんですよね。本当連鎖って言ったりもするんですけど、なので全身見ていくのが大事です。はい、ちょっと膝の間が2センチ以上空いてるとちょっと O脚注意。僕もがっつり O脚注意。そうですね、もう O 脚ですね。骨自体が曲がってる O 脚の方と、見かけの O 脚で回ってたりとかひねったりしてて O 脚に見えちゃう方っていうのもすごく多いです。僕どっち？良くなる O 脚だと思います。本当？うん、膝が本当は足の真ん中にあってほしいんですけど、ちょっと内側にありますかね。内股気味でガニ股なの？内股気味でガニ股の方多いですね。女性でも多いですね。O脚がね、ずっと続くとじいちゃんになってからしんどいって言われたわけ。何がどうしんどくなってくの？まだ僕は若いから若くもないけど、分かんないわけよ。別に簡単にして O 脚っていうのがですね、この太ももの骨に対して下の骨がこう曲がってるような状態、本当はこのぐらい隙間あるのが O 脚だと、この骨がぶつかるようになっちゃったりして痛みが出てきたりとか、筋肉がまだお若い時はあるので筋肉で支えられるんですけど、年齢重ねて筋肉量が落ちてくるとダイレクトに骨に圧がかかっちゃったりする。タイトスカートとか履いた時に見た目が悪いなとか悩みの方すごく多いですね。女の子は大変そうなんです。施術前のまっちゃんの足こんな感じでございますよ。これ変わるから、まっちゃん一回歩いてみてください。はい、こんな感じ。さんの今の歩き方がガニ股になってて、猫背になってて、下向いて、骨盤ちょっと前に出て、こうやる方。似てる。似てます。ちょっと綺麗な歩き方してください。結果ね、散々ダメ出しされましたけどこれから施術してもらって、先生と同じような歩き方をまっちゃんもできるようにするということでいいね。はい、よろしくお願いします。
はい、今からまっちゃんの体整えてもらいます。よろしくお願いします。はい、お願いします。足からちょっとやっていきたいと思います。女性の場合はオイル使ったりします。女性の場合はね、はいはい、ガニ股で歩かれてるので、ガニ股の時に使う筋肉とかがやっぱこう硬くなってるので、そこをほぐしていくっていうイメージです。でもやっぱりほぐれてますね。いろんなとこまっちゃん行かれてるから、ほぐれやすい筋肉されてる。はい、じゃあ右足とこれで終わりです。はい、どうかな、どうかな、伸びた、ちょっと伸びましたね、右足の方が。あとここのラインが普通の施術とはちょっと違うんだね。今まで受けた施術とはちょっと違う。何なんだろう、不思議。これ受けた人しか分からんね。これ受けた人だけ。今回まっちゃん用の施術だもんね。ガニ股、うん、ガニ股の方の施術だもんね、はい、人によってちょっと変わってきますね。これ動画で伝わるかな。これね、あのね、普通のの感じじゃないんだよ。こうつまむ感じ、これ。これわかる？筋膜とか、はい、あと筋肉のちょっとねじれを少しずつ少しずつ変えていってるようなイメージです。へえ、うん。なんか膝ゴリゴリ言ってますよね。ゴリゴリ言うとね、これもすごい。おお。先生、ちなみに理学療法士じゃないですか。なんでエステ始めたんですか。病院の理学療法の仕事すごく好きだったんですけど、はい、半分麻痺の方とかが専門にやって、うんうんうん、あの歩き方とかやってたんですけれども、はい、予防とかにも興味持って、病気になってからもう一回こう回復するのってすごく大変なことなので、うんうん、まあ、予防で普段からこう気をつけてやられるところの仕事したいなと思って、今こんな形でやってます。体整えてから歩く練習するっていうのがリハビリの普通の流れだったので、今も立ち方とか歩き方を伝えつつ体整えるっていうのすごい自然な流れですね、私にとっては。寝てる時に整えても立った瞬間にまた戻っちゃう方って結構多いんですよね。だから下からこう押しながら確認したりしてます。結構この肋骨がこう上がってますね。上がっている、広がってるわけじゃなくて上がってんだね、うん、これが本当はこのぐらいの方が、これぐらいの方がいいんだね。気持ちいい、これって気持ちいいよね。まっちゃん好き、もう、これ伸ばしてたけね。そうですね。何やられるか分かってないからさ、痛いのかなと思っちゃう。痛いのしません。痛いのしませんね。はい、痛いのしません。じゃあちょっと首やってきます。はい、首は本当は前にこうカーブがあるんですよね。それも出していきたいと思います。はい、うん、気持ちいい、ね。さっきあの鎖骨が上がってたので、うん、この辺の筋肉はちょっとしっかり伸ばしていきたいと思います。逆に鎖骨が下がってるなで型の方とかもいて、そういう方はあんまり伸ばさない方がいいんですよね。でもやっぱり本当筋肉の質がメンテナンスされてる感じがする。ありがたい、ありがたい。本当に出演していただいた先生に感謝、はい、しっかりやつなんだね。しっかりやつだけど痛くないってやつだ。素晴らしい、気持ちいい。あって言うよね、結局ね、気持ちよくてね。背骨整えていきたいと思います。はい、はい、まーす。おー、おー、あー、あー、あー、もうほんと気持ちいい。寝ちゃうな。寝ちゃダメなんだね、基本的にね。そうですね、寝ないでいただいた方がいいですね。寝ちゃうかもしれない、危ない、うん。うわー、眠い。背骨が動きにくい方とかって、肋骨が動かない方とかも多くて、肋骨の間と間もこの辺筋肉があるので、呼吸が浅い方とかその辺が硬くなってる方も結構いますね。これ大事。
最後足やっていきます。はい、やりまーす。あ、でも柔らかいですね、足でしょ、うん、これね、ある先生にね、やれって言ってそこからやってるんですよ、ずっと。だから今日先生から習ったウォーキングをしっかりやりますよ。どんどんかっこよくなっちゃいますね。でしょあー、僕の好きなタイプだね、これね。この施術は好きだよ、僕は。本当ですか。うん、好き。圧がいい。毎日これやって寝たい。これで寝るなっていうのはちょっと酷だな、先生、マジで。えぐいぞ、あかん。結構立つとき足の裏も大事で、土踏まず有名なんですけど、外側もこうカーブが本当はあると良くて、まっちゃんすごいここ皮硬いので、外側に体重やっぱりかかっちゃってるんじゃないかな。うん、うん、足の形綺麗ですね。本当に。うん、足の裏。あ、足の裏だけね。うんうん、はい、終わった。終わってよ。めっちゃ気持ちよかった。みんなも来たらええ。起きてんのがしんどい。はい、施術終了しました。終了後のまっちゃんの後客です。どう、変わってっかな。だいぶ変わってない。ほら、これぐらいじゃん。これぐらいがこれぐらいだね。立ってる感じがね、さっきと違う。先生どう。はい、鎖骨の高さですね、ちょっと下がったかな。球体が前に行ってたっていうところも後ろに行ってるので、巻き肩の印象が少し変わってるんじゃないか、うん、いいですね。いい感じ。かっこよくなりましたね。ありがとう。ありがとう。これでまた生活してもらえたらバッチリだね、はい、これからこれを崩さないためのウォーキングだよね。はい、OK。 最後ここに、いいです。手にお尻のこの辺使ってきます。はい、全然違うね。この辺疲れてきましたね。うん、違う。はい、はいはいはい、ほほほほほ。はい、いいですね。はい、なんかイケてる、イケてる営業マンみたいなやつ。こういうことだね。いいですね。はい、うん、後ろ下げてかっけー。フォーム大事ってことだよね。はい、ありがとうございました。まっちゃんの O 脚、これくらいあったやつが2つぐらいになってるかな、うんうん、だからこう4つだったのが2つぐらいになってる。これでご自分で気をつけていただいて、またちょっとチェックしに来ていただけるといいかな。チェックだね、うん、あと日々のウォーキングだね、うん、めっちゃウォーキング綺麗でしょ。見てもらってる視聴者の方たちに特典が欲しいなと。できますか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ発表お願いします。はい、初回2万円で受けてるんですけれども、はい、今回まっちゃんが受けてくれた物は1万3500円で、はい、1万3500円。はい、初回に限りだね。初回に限り、ね、初回に限り、はい、2万円のこのメニューが1万3500円。はい、メニューかな、税別かな、税込みで、税込みでいきます。まっちゃんが受けた施術以外にウォーキングだけのグループレッスンですよね。はい、1回いくらでやってるんですか。ワンレッスン最大8名で5000円やってます。はい、1人5000円で何分ぐらいですか。80分しっかり教えますので、はい、1回で覚えたのも1回で終わりよと。できなかったら何回か来てねっていうグループレッスンだね。そうです ね、はい、なんでそれも、備考欄の方に、下の備考欄の方に記入してあります。予約フォームもございますので、そちらから予約をしてください。でそこの予約フォームから予約を入れていただかないと初回割引つきませんので、よろしくお願いしますとですね。今回まっちゃんが受けたこのスペシャルコースを抽選で1名の方にプレゼントってことでいいかな。はい、これも下の備考欄に応募フォームがありますので、そちらに記入していただいて、公開日から2週間以内に応募ください。その中から抽選で1名の方にプレゼントさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。待ってます。待ってます。はい、じゃあまた次のサロンでお会いできるの楽しみに。 Say goodbye Caroline Road. Well I rememberMy hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there.